ダニエル・パトリック・モイニファンは、アメリカの政治家及び社会学者、上院議員、中インド大使及び国連大使、オクラホマ州生まれ、その後ニューヨーク市に移り、ベンジャミン・フランクリン高校を卒業、二役などの仕事を経て、ニューヨーク市立大学シティカレッジに進学。1年後、アメリカ海軍に入り、V-12 海軍大学訓練プログラムによって、 タフツ大学で学び、同大学、フレッチャー法律外交大学院で、社会学の修士号及び博士号を取得。また、フルブライト小学生として、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスに留学。1950年代、W ・アベレル・ハリマンのスタッフとして働く。1960年の民主党党大会に、ジョン・ F ・ケネディ陣営の一員として参加。ケネディ及び、 ジョンソン政権時代に労働少子官補として貧困との戦いと呼ばれた社会福祉政策の立案に携わる。1968年、リチャード・ニクソンの大統領選挙チームに入り、都市問題担当の大統領顧問を務める。1973年から1975年まで、インド駐在アメリカ大使を経て、1975から1976年、国連大使、 1976年、ニューヨーク州選出の上院議員に当選し、2000年に政界を引退。その間、ウェズリアン大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学で教弁を取り、また、コメンタリーやパブリックインタレストなどの雑誌で、都市問題や貧困問題について積極的に発言した。妻のエリザベスは建築士や、二人の娘であるマウラは、 ニューデリーのアメリカンスクールを経てハーバード大学、卒業後、二人組コメディグループ、モイナハングリーンを結成、1990年にリチャード・アベドンの息子、ジョンと結婚し、息子、マイケルを設けた。2000年代は、チベット活動家を名乗り、チベット潜入取材をした、日本人監督、ラクマごとのドキュメンタリー映画、雪の下の炎のエグゼブティブプロデューサーを務めたと、される。 また、2021年3月には、アジア人に対するヘイト行為が問題になる中、マンハッタンの路上ですれ違った、韓国系アメリカ人カップルに人種差別的な暴言を吐いたとして報道された。ありがとうございます。